ニューヨークの路面電車もコニーアイランド駅、入口ブルックリンマンハッタントランジットは1923年に設立され、アメリカ合衆国のニューヨークブルックリンクに本拠を置いていた都市鉄道の会社である。BMT の鉄道網は1940年にニューヨーク市に売却された。現在ではインディペンデントサブウェイシステムの鉄道網とともに、 ニューヨーク市地下鉄の B d ビジョンとなっている。当時の BMT の路線網は現在では、JZ 系統、L 系統、M 系統、N 系統、Q 系統及び R 系統、そしてフランクリンアベニューシャトル、さらに BMT のブルックリンにおける線路に、IND が運行する B 系統、T 系統、K 系統、そしてクイーンズにおける A 系統の短い区間などになっている。 M 系統の列車は、ウィリアムズバーグ橋を渡った後、クリスティーストリート連絡線を通じて、IND の線路に乗り入れ、また R 系統の列車は60丁目トンネル連絡線を通じて、IND の線路に乗り入れている。Z 系統の列車は、J 系統のラッシュ時の混雑方向の輸送を保管する。ブルックリン・マンハッタントランジットは、前身の会社である、 ブルックリンラピットトランジットが経営破綻したことを受けて1923年にその資産を引き継いだ。BRT と同様に BMT はブルックリン区における大部分の都市鉄道と路面電車もを運営する子会社を持ち、クイーンズ区やマンハッタンにも路線が伸びていた。こうした子会社の一つであるニューヨークラピットトランジットは高架鉄道や地下鉄を運営していた。 1923年に会社の経営者であったジェラード・メルヴィン・ダールは会社の直面している問題を説明するために交通の真実という文章を発行した。その中で会社はハイラン市長からひどい、個人的で不公平な反対にあったとダールは不満を述べていた。ハイラン市長に宛てた別の手紙の中で彼は7年にわたりあなたはこの町の人々をミスリードし、 騙してきた。7年にわたり、交通の状況を救う努力をあなたは妨げてきた。あなたこそが、そしてあなただけが、現在の交通全体のひどい状況に責任がある。あなたは交通の問題を正解での出世の手段としてきたと述べていた。BMT は、すべての地下鉄と高架鉄道を市が所有し運営することを望んだ。フィオレラ・ラガーディア市長を率いる姿勢から、 鉄道を市に売却するように圧力を受けた。市はこの売却を強要する二つの強力な手段を用いた。BMT は市に対して1940年6月1日にすべての交通事業を売却した。第二次世界大戦後、市が建設した IND はかつての BMT の一部を引き継いだ。1954年に DK 等の列車がそれまでの終点であった。 チャーチアベニュー駅から旧 BMT カルバー線のディトマスアベニュー駅まで新しく建設された連絡線を通じて延長された。1954年から残りの3カ所の BMT カルバー線の駅は9番街とディトマスアベニューの間でカルバーシャトルとして運行されるようになった。この系統は予算削減のために1975年に廃止され、後に取り壊された。 IND クイーンズブールバード線と BMT ブロードウェイ線を結ぶ60丁目トンネル連絡線は1955年12月に開通した。この新しい路線は以前は BMT アストリア線へ走っていた BMT ブライトン線の各駅停車が GG 系統の各駅停車とフォレストヒルズへの運行で使うようになった。 1956年8月には IND フルトンストリート線がブルックリンで延長され、クイーンズの80丁目でかつての BMT フルトンストリート線を改築した区間と接続された。BMT フルトンストリート線の高架鉄道のうち80丁目より西側をロッカウェイアベニューまで走っていた区間は取り壊された。 1950年代末から1960年代初めにかけては、この時代では最大のプロジェクトとなるクリスティーストリート連絡線と IND6 番外線の急行線の建設があった。このプロジェクトにより IND6 番外線がマンハッタンからウィリアムズバーグ橋を通る BMT の路線と連絡した。急行運転はマンハッタン橋に直接つながり、 各駅停車は既存のラトガースストリートトンネルとウィリアムズバーグ橋のどちらかを使う。どちらの連絡線も1967年11月に開通し、ニューヨークシティトランジットオーソリティの歴史上最も大規模な列車系統の変更となった。この結果、BMT ウェストエンド線と BMT ブライトン線はどちらも IND 側の列車のみによる運行となった。 1967年から1976年まで、クリスティーストリート連絡線からウィリアムズバーグ橋を通って BMT ジャマイカ線へと直通する一部の IND6 番外線の列車は、KK、k k 系統と呼ばれており、後に KK 系統と呼ばれるようになった。この運行は予算削減のために1976年に廃止となった。1988年には、 アーチャーアベニュー線が開通し、それまでの BMT ジャマイカ線の東端であったところに繋がった。これにより、サットフィンブールバード、アーチャーアベニュー、JFK アポート駅と、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅が追加された。2010年6月には、さらなる予算削減の結果として、クリスティーストリート連絡線、ナッソーストリート方面での営業運行が再開された。 同区間は平日のみ MK 等が走行する。BMT は地下鉄と高架鉄道からなる都市鉄道をニューヨーク高速交通を通じて、そして路面電車とバスをブルックリンクイーンズ交通を通じて運営していた。BMT は都市交通事業における全国的なリーダーであり、先進的な都市鉄道の提唱者であり、PCC カーなど、 先進的な路面電車の設計開発に参加し、その設計と進んだ部品は、その後何十年にもわたって、世界中の鉄道車両に影響を与えた。また、連接車、軽量部品、先進的な制御システム、路面電車と共通の部品など、都市鉄道の先進技術の進歩にも努力した。ニューヨークにおけるもう一方の、民間地下鉄事業者であった、インターボローラピット。 トランジットと異なり、BMT は世界恐慌の時期を通じて破綻することなく運営を続け、末期にはわずかにはなっていたが、その事業の最後まで利益を計上し続けた。ありがとうございます。